こんばんは、ハラリア。はい、お元気でしょうか。こんばんは。皆さん、どうお過ごしでしょうか。今日はですね、11時からね、パキスタンの医療について、すると言ってましたけど、ちょっと申し訳なかったんですが、10時半から始まりましたね。はい、ひだまりさん、ハレリア、クリスマスラブ。はい、とても良かったですね。パキスタンについていろいろ学べました。ゆうすけさん、こんばんは。この間、パキスタンの学校で、テロがありました。その話もちょっと聞くことができました。本当に悲惨ですね。悲惨です。ああいうテロは一体何を表すんでしょうか。ああいうですね、子供たちを平気で、殺すという、そのテロ、まさにそれはサタンの働きそのものと言ってもいいですね。まさにサタンは人殺しです。サタンは人殺しです。皆さん、神様はサタンの働きを見せたいのですね。サタンの働きを見せたいんです。ですから、あれが単なる事件ではない、単なる犯罪ではない、単なるその、宗教的な問題ではない。昼間の放送とても良かったです。感動しました。ああ、そうですか。ナユさん、ハレリア。ぜひ皆さん、そういう自爆テロとか、ああいうテロですね、最近本当に、テロが多いです。そのイスラム教の、ね、イスラム教の国の中でテロがあるっていう不思議な感じですね。まあ、イスラエルとかアメリカでテロがあるっていうのはなんとなくわかるんですが、そのイスラム教の国の中でイスラム教のテロがあるっていうのは一体どういうことなんでしょうか。まさに悪魔が人殺しだということですね。悪魔が人殺しだということですね。はい、ラピュタさん、お久しぶりです。はい、私たちはその、ああいうテロに対して、ね、どうしたらいいかという、世の中にはその解決を持っていません。世の中には解決を持っていません。しかし、私たちは答えを持っています。皆さん、信仰で立ち向かうのです。信仰で悪魔に立ち向かわなければなりません。エイジさん、こんばんは。結局はですね、サタンが敵なんです。サタンが敵なんです。人間が敵ではないのです。サタンが敵なんです。イエス・キリスト様を信じればみんな救われる。アメン。そうなんです。結局のところ、多くの人は、偶像崇拝や、不信仰によって、悪魔の力を引き出しているのです。悪魔の力を引き出して、その悪魔の力が働くから、そのような事件が起きるのです。この世の混乱は、人間の罪から出た悪魔の力が、この世を、ボロボロにしているのです。この世をズタズタにしているのです。それは悪魔の力なんだということを皆さんにぜひ知ってほしいのです。そしてその悪魔の力を、縛るのが神の力ですが、イエス様がこの地上に来たのは、その悪魔の力を縛るためなんですね。悪魔の力を縛る。イエス様は、そのためにこの地上に来ました。救い主です。イエス様こそ、誠の救い主。イエス様から神の力が、流れてきます。イエス様から神の力が流れてきます。悪魔の力を縛るのは神の力だということですね。
悪魔の力を、縛って、押しのけるのは悪魔の神様の力だけが、神様の力だけが悪魔の力を縛ります、そのことをぜひ皆さんしっかり理解してください。しっかり理解してください。敵は悪魔なんだということですね。皆さんの敵は人間ではないんです。皆さんの敵は家族ではないし、友人ではないし、人間ではないんですね。皆さんの敵は悪魔なんです。悪魔なんです。ぜひ皆さん、それを理解してください。理解してください。もう長くなさそうもう長くなさそう。はい、そういうわけで、リバイバルはまさに神の力が、強く注がれて、神の力が強く注がれて、この日本の、悪魔の力を、縛り、この日本が、日本から悪魔の力がなくなっていく、悪魔の力がなくなって神の力でみなぎる、油注ぎはですね、神の力です。油注ぎは神の力です。皆さん、皆さんが、ね、変えられたのは神の力を受けたから、神の力を受けたから皆さんは変わってきたのです。神の力を受けたから皆さんは証が出てきたんです。しかしもっともっと必要です。神の力がもっともっと必要です。もっと必要です。皆さんに必要なのは神の力と神の愛です。神の力と神の愛が必要です。私もそうです。私も神の力と神の愛が必要です。そしてそれがはっきりわかるならば、それを求めるだけでいいのです。求めるのです。もっともっと求めるのです。欲を貪るのではなく、霊的な植え替わりです。神を求める心、それが信仰ではないでしょうか。神様を求める、私たちはイエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して、神様に求めています。求めています。それではですね、それでは角部行きましょうかね。角部、まさに神に向かっての角部です。そして、本当に植え替わきの角笛です。そして日本に来てほしい、イエス様に来てほしいという、本当に神を慕い求める角笛です。リバイバル角笛、愛の角笛、クリスマス角笛、日本に招待角笛、霊的勝利の角笛です。皆さん、イエス様に向かって吹きました。リバイバル角笛、愛の角笛。そう、犬が反応するんですよね。なんか角笛と犬と関係があるみたいで、なんか犬がですね、反応します。犬が反応しますね。はい、
明日がですね、明日朝10時半、10時半から、クリスマス礼拝をします。クリスマス礼拝ですね。ユーザー放送ですが、明日朝10時半から、クリスマス礼拝ですね。で、恒例のですね、キャンドルサービスをしますね。キャンドルサービスっていうのは、その、ですね、あの、ろうそくでですね、ろうそくで、クリスマスキャロルを歌います。明日皆さん LTL に来てください。ひだまりさん、アメン。アメン。はい。それではですね、はい。それから LTL シアターが、火曜日の夜8時、午前中に、明夫さんとヒデさんの、クリスマスという、朝7時から、放送があります。はい。それではですね、進行川柳、まだたくさん残ってますから、今日の進行川柳は、はい。なんでだろう、幸せ感じるこの放送。あ、これいいですね。皆さん、これいいですよ。なんでだろう、幸せ感じるこの放送。まさに、この嬉しい川柳ですね。幸せ放送って言ったらいいでしょうかね。幸せ放送。いいですね。ラブレターやめ、聖書こっそり下駄箱へ。ラブレターの代わりに聖書を下駄箱に置くということですね。クリスマス、イスラエルの神を称えます。エイリさん、イエス様はイスラエルの神なんですね。イスラエルの神、このイスラエルの神様が全人類の神様なんですね。イスラエルの神様が日本の神でもあるし、全人類の神でもあります。クリスマス、イエス様からプレゼント。クリスマス、イエス様からプレゼント。皆さん、イエス様ご自身がプレゼントっていうことをご存知でしょうか。イエス様ご自身がプレゼントなんですね。皆さんのコロナ禍に来てくださいます。最高のプレゼント、本当のプレゼント、すべての人が必要な本当のプレゼント、それがイエス様です。イエス様です。迫害は天昇る道、旧のように。タイさん、迫害は天昇る道、旧のように。天を昇る道、迫害して死んで殉教して天に昇るということでしょうか。イエス様、いるなら私に愛をくれ。直接的ですね。イエス様、いるなら私に愛をくれ。はい、皆さん、これが大事なんですよ。これが大事ね。愛が欲しい、愛が欲しいね。愛が必要なんだ。お金じゃないんだ。欲じゃないんだ。愛が必要なんだ。愛が必要なんだ。皆さん、だんだん分かってこられたと思うんですが、本当に私たちにとって必要なのは、神の愛なんですね。神の愛が必要なんです。信仰で浄化されたよ、頭がバーン。どっかで聞いたことありますね。信仰で浄化されたよ、頭がバーン。天国へ行く準備の祈りかな。天国へ行く準備の祈りかな。私たちは祈ります。祈ります。それは天国行く準備でもあるんですね。私たちは天国に行く準備をしています。
LED、次のノーベル賞は LTL。 ノーベル賞がですね、あの電動でもらえるということはないでしょう。私たちは天国のノーベル賞が欲しいですね。この世のノーベル賞ではなくて天国のノーベル賞、それが本当の、賞ですね。チケット買わなくても見れました、ハレルヤマミコさん。どこまでも降り続く雪と神への思い、どこまでも降り続く雪と神への思い、お雪が降りましたからね、どこまでも降り続く雪。雪っていうのは何かこうそのロマンチックというか、なんかこう清さを感じるというか、不思議な世界ですね。銀世界、不思議な世界ですね。いいですね。雪景色大好きですね。雪景色、寒いのは嫌ですけども、雪景色っていうのはいいですね。旧牧師角笛吹けばリバイバル、旧牧師角笛吹けばリバイバル、はい、リバイバル角笛ですからね。そのリバイバルのための角笛ですね。イエスのミクス、日本中で晴らせよ、イエスのミクス、日本中で晴らせよ。イエスのミクスは、与えなさいというね、求めるものに与える、イエスのミクスは、その与える、求めるものに与える、経済ですね。与えるならば神様が与えてくれます。私は寛容になって、寛容になって与えるものになりましょう。受けるよりも与えるものは幸いだと書いてありますね。受けるよりも与えることが幸いです。愛というのは与えることでもありますね。愛というのは与えることです。イエス様、与えを天国へ連れてってよ。イエス様、与えを天国に連れてってよ。はい、イエス様が天国に招いてくれています。私たちは本当に、天国を待ち望みます。経済効果信じて達成リバイバル、経済効果信じて達成リバイバル、まあ、リバイバルはですね、経済効果があると思います。信仰というのは、無駄遣いをしません。信仰というのは、健全な経済になります。ですから、日本の経済がリバイバルで良くなります。日中間来年こそは仲良くね、日中間来年こそは仲良くね。角笛を吹くたびに体が若返る、角笛を吹くたびに体が若返る、いいですね。若返り、神の命こそ若返りです。神の命こそ若返りです。限界訳来る年聖書2冊かな、あの限界訳というですね、カリスマ派の聖書が今、出版の準備をしています。で、来年に出版されるかもしれません。ちょっとまだはっきり分かりませんが、カリスマの聖書がもうじき出版されます。限界訳と言います。現在の限に、その改良の改、限界訳ですね。待ち遠しいですね。カリスマの聖書、いいですね、皆さん。限界訳、予約ができます。予約がですね。ネトウヨ病、この放送で完治した。ネトウヨ病、この放送で完治した。
クリスマス、キューちゃんと一緒にお祈りを。はい、この放送で祈りましょうね。この放送で祈りましょう。今日はこのぐらいにしときましょう。たくさんありますね。はい、それではですね、そのタイトルいきましょうか。タイトルいきます。はい、それではですね、タイトルですが、今日のタイトル、クリスマスは愛です。いいですね。クリスマスは愛です。こう短くて、なんか非常にこう非常にいい感じですが、クリスマスは愛です。ゆみちこさん、こんばんは。クリスマスは愛です。愛といってもですね、もちろん神の愛ですよ、ね、神の愛です。私たちが言うのはですね、人間の愛ではないんですね。神の愛について私たちは本当に考えます。そしてその、神の愛ね、神の愛というのがですね、結局その、神は愛なりという言葉があります。神様は愛です。そして神様はご自身の愛を示したいのです。神様は愛を教えたいですし、事実、人々、すべての人々を愛したいのです。で、なぜクリスマスが愛かと言いますと、クリスマスはイエス様がこの地上に来たということです。赤ちゃんとして来たんです。ご自身をプレゼントしに、人々にその人々のために命を捧げ、血を流すためこの地上に来られました。それが十字架ですが、まさに十字架は愛を表しています。愛を表しています。皆さん、クリスマスの雰囲気、まさに神様の愛の雰囲気ではないでしょうか。その多くの教会ではですね、クリスマス時期にいろいろなチャリティーをしたり、コンサートをしたり、その炊き出しをしたり、愛の行事が意外と多いんですね。この季節、教会が愛の行為をすることが多いんですが、神様は愛ですから、神様は愛ですから、イエス様が、その十字架で死んでくださいましたけれども、この命を与えるためにイエス様が十字架にかかったんですが、神の愛も与えるためなんですね。神の愛を与えて、そしてイエス・キリストを信じる者に神の愛が注がれますが、今もクリスチャンを通して神の愛がこの全世界に注がれているんですね。神の愛が全世界に注がれています。ですから皆さん、その、この歴史、人類の歴史、そしてこの世界というのは、神の愛がクリスチャンを通してこの世に注がれていることと言ってもいいでしょう。本当に人間にとって大事なのは、神の愛なんだよということですね。神の愛が本当に大事なんだということです。はい、
そしてですね、まあ、多くの人はそのクリスマスの雰囲気、クリスマスの雰囲気は、多くの人は、感じると思います。しかしそのクリスマスの神の愛の雰囲気を、まあ、信仰がないと男女の恋愛とか男女の、デートとかそういう方に曲がってしまいます。せっかくの神の愛のクリスマスがかえって不貧困や、不純の関係をに行ってしまうんですね。または、お酒を飲んだりパーティーをしたり、どんちゃん騒ぎのような方向に行ってしまいます。確かにそのパーティーとかどんちゃん騒ぎは肉的には楽しいかもしれませんが、それは本当の愛ではありません。むしろそこには、いろんな問題が出てくるでしょう。いろんな問題が、その引き起こすことになってしまいます。ですからぜひ皆さん、その肉的な愛ではなく、違った、欲を満たすような雰囲気ではなくて、このクリスマスこそ本当の神の愛を受け取ってほしいです。しかしそのイエス・キリストを信じる、神の愛を受けるような、ことが分かるようなテレビ番組とか、またこの世の在り方というのはあんまりないですね。教会でしかそのことを知ることができません。長さんこんばんは。教会で初めてイエス様の話を聞いて、教会で初めて神の愛について学び、そしてだん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 分かってきます。この伝道放送は、そのニコ生を通してネットを通して神様の愛を、伝えたいと思っています。愛というのはなかなか形ではないので、愛というのはなかなか分かりづらいものですから、神の愛を伝えるということは、難しいと思います。クリスマス礼拝、神様に感謝します。エイジさん、ぜひ皆さん、目に見えないし分かりづらいし、一体何なんだと、神の愛というのは何なんだと、難しいです。しかし皆さんは、だん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 分かってきてくれたんではないでしょうか。皆さんがこの放送で油注ぎを受けてだんだん分かってきたのではないでしょうか。はい、それではですね、どうしましょうかね。家族が右傾化しているけど、Qちゃん放送で救われています。アメン。家族が右傾化してるんですか、家族が右傾化しているけど Qちゃんの放送で救われています。まあ、日本の右傾化というのがですね、一体なぜ起きるのか、なぜ起きてるか、なかなかそれはですね、難しいとこだと思います。悪魔の働きではないでしょうか。日本の右傾化の働き、日本のですね、何かこの、民族主義と言ったらいいでしょうか、ナショナリズムと言ったらいいでしょうか、それはやはりリバイバルに対する悪魔の働きだと思います。日本がリバイバルを起こさないために、
日本が救われないために悪魔がその、受け家によって受け家によってですね、サタンが働いていると思います。ぜひ皆さんそのことをしっかり理解しましょう。受け家は、日本のリバイバルに対する悪魔の働きだということですね。日本の受け家はリバイバルに対する悪魔の働きだと、ぜひ理解してください。はい、それではですね、この放送を見て在特会がいかに卑劣な組織か理解できました。アメン、アメン。それではですね、ちょっと早いですが明石タイム行きましょうね。明石タイム行きましょう。はい、イエス様を信じて、イエス様を信じて、クリスマスの、クリスマスの雰囲気が、本当に雰囲気を通して、神の愛が分かってきた証。クリスマスはまさに愛であることが分かった証。神様が、自分を愛しているということが分かった証。スタート、スタート。クリスマスの本当の意味を理解しました。寒い夜だからイエス様を待ちわびています。毎日辛いことばかりです。なんでだろう。イエス様を呼び求めてください。イエス様を呼び求めるのです。慰安婦問題をなかったとする日本は恥ずかしいと思います。クリスマスは欲望の日ではなく愛の日だと分かりました。明日はクリスマス特別礼拝に行ってきます。ゲイでもイエス様を受け入れてくれることが最近分かりました。なんて楽しんだ信仰生活、なんで楽しんだ信仰生活、なんでじゃない、なんて楽しんだ信仰生活。この放送でイエス様に出会いました。明日 LTL ではクリスマスイベントありますか。クリスマス礼拝があります。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめき。引きこもりでもいいんだと思いました。希望は強い勇気であり、新たなる意志である。クリスマスはぼっちですが、イエス様がいるので平気です。ニート万歳と思いました。この放送を見て、勇気、生きる勇気が湧きました。ニートでも許されるからクリスチャンになります。アメン。ニートでも許されます。ニートでも許されます。インマニュエルという名の意味を学んで救われました。インマニュエルというのは、神が共におられる、 神様が共にいるということですね。この放送で真のクリスマスの過ごし方を学びました。神様がいるから世の男性に興味ないです。ひだまりさん、
私の霊をあなたの手に任せます。クリスマスにデートは間違いだと気づきました。こんな私でも神は私を愛してくれました。この世のすべて神様のものだと分かった。この世のすべて神様のものだと分かった。神様と一緒にこれからの人生も歩いていきたいです。この放送を4年見ていますが、ニコ生でこの放送が一番癒される。アメン。アメン。イエス様がいなくなることを初めて怖いと思いました。イエス様、病気と戦う力をください。もう初詣に行かないでござる。イエスを知って自分を知った。イエスを知って自分を知った。クリスマス、信仰なければ苦しみます。クリスマス、信仰なければ苦しみます。傲慢さが信じることを邪魔しているんだと分かりました。キッちゃんは引退とか考えないんですか？引退させないでください。まだリバイバルまだ来てません。引退させないでください。イエス様の愛が世界を救ってくれると思いました。彼女がいないことは苦しい。しかし今は神がいないことが苦しい。アメン。すごい。彼女がいないことではなく神がいないことが苦しいのです。イエス様は優しくかっこいい神様だと知りました。クリスマスはシングルベルでいいと思いました。ジングルベルじゃなくてシングルベルですね。クリスマスプレゼントは彼女に聖書を贈ることにします。クリスマスは世界がイエス様で染まりますように。アメン。以前は欲望にフォーリングラブ、今はイエス様にフォーリングラブ。共に歩んでくれる聖霊様に感謝します。信じるってこんなに素晴らしいことだと気づいた。わお。信じることってこんなに素晴らしいことだと気づいた。すごい。そうなんだ。そうだ。信仰なんだ。生きる喜び。以前は神はいないと思っていた。しかし証しタイムを見て神様を確信しました。クリスマスはイエス様と共に過ごす日なんだと分かった。これですね。これです。クリスマスはイエス様と共に過ごす日。アメン。すごい。正しいクリスマスの過ごし方。それはイエス様と共に過ごす。兄弟姉妹と共に過ごすことですね。クリスマスは日本人の汚れがよく分かります。最高に安らげる番組です。アメン。ありがとうございます。この放送でクリスマスの本当の意味を学びました。近所の人にもこの放送を教えたいよ、清さん。
ここがカルトだと勘違いしていました。ここがカルトだと勘違いしていました。クリスマスはこの放送で信仰コメが溢れますように。来年こそは聖書通読を達成したいです。キューチャー放送に出会えたことがとても幸せだと伝えたい。日本政府は悔い改めるべきだと思いました。イエス様の愛で幸せになれました。アパートの大家さんがこの放送を知り、素晴らしいと言っていました。聖書内容が難しいのでですが、どうしたら理解できますか？この放送を聞いてください。この放送を聞いてください。角部十字架旧牧師リバイバルの始まり、 ありがとうございます。手が勝手に悪込みを打ってしまいます。悔い改めてイエス様を信じてください。この放送をネットで拡散しています。ありがとうございます。油注ぎで癒されてとても不思議な体験です。アメン。本当に不思議です。本当に油注ぎで癒される、もう本当に不思議です。人生ボロボロですが、神様の存在に気づけたので万々歳です。聖霊に心から祈ることができるようになると聖書も自然とわかる。小さなイエス様がキューちゃんの中に見えました。アメン、アメン。この放送で日本人は不幸だと思った。お金がなくてもイエス様の皆が幸せを運んできます。その通りです。彼女よりクリボッチの方が幸せだと気づいた。アメン。いつもブログを楽しみに見ています。いや、私ブログ書いてない。ブログ書いてません。ストレスを人にぶつけても消えない日々だった。今神様にぶつけている。アメン。全部任せちゃっていいんだと気づいた。そうですね、イエス様に丸投げですね。イエス様に丸投げ、全部任せていいのです。イエス様に全部任せていいのです。キューちゃんのクリスマスの放送が今から楽しみです。憎しみより愛する方がよっぽど救われるよ。ネトゲやめました。ぼっちクリスマスでもイエス様がいるから寂しくありません。この放送、心の扉を開いて視聴しています。在特会が解体されるように祈った。小さい頃からこの放送のファンでしたが、クリスマス放送が楽しみです。愛を持って人を許せるようになった。アメン、アメン。クリスマスイズラブ、クリスマスイズラブ。丸投げという言葉に心が解放されました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
この放送を見るといつも涙が止まりません。困った時はいつも神様、仏様。しかし今はイエス様助けて、アメン。アメン。日本人は不幸です。だってイエス様に出会っていないから。アメン。明日 LTL たくさんの人が来ますように。いつか LTL に礼拝行ってみたいと思う。アメン。キュちゃんの本を買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージです。はい、そうですね、クリスマスは愛だというタイトルです、毎日放送して元気なキューちゃん奇跡だと思います。アメン、アメン、皆さん、イエス様は、この地上に来ました。愛のない世界に来ました。そしてイエス様は、そのご自身のことを伝えて人々を愛するために、またご自身の愛がこのクリスチャンを通して、愛が注がれて、愛のない世界から愛に満ちる神の国、神の国は、神の愛が満ちる国ではないでしょうか。まず信じる人の心の中に愛が注がれます。皆さん、イエス・キリストを信じると神の愛が注がれるのです。神の愛が注がれます。そしてその神の愛が注がれると心が癒され満たされます。心が癒され満たされます。ですから皆さん、私たちは、もっと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 愛を求めようではないでしょうか。クリスマスは、まさにそのように、神の愛を持って愛し合うことがしやすいシーズンではないでしょうか。クリスマスの雰囲気、クリスマスの雰囲気、それは神の愛の雰囲気ではないでしょうか。その目に見える雰囲気ではなくて、信仰による本当の愛、本当の愛、それを受ける必要があります。しかし神の愛を受けるためには信仰が必要なんです。皆さんがこの部屋に来られることは本当に、神の愛を知ることであり、神の愛を受けていると信じます。皆さんがその神の愛を受けて初めて心が変わり、また家族が変わり、すべてが変わる、人生が変わる、辛い人生が楽しい人生に変わる、争っていた人生が励まし合うような、人生になる。皆さん、本当に神の愛が必要なんです。神の愛が必要なんです。皆さんに必要なんです。日本に必要なんです。すべての人に必要なんです。しかし愛というのは、その十字架から流れる愛、十字架から流れる愛が本当の愛なんです。皆さんが求めています。御言葉を求めています。イエス様は許しなさいとおっしゃいました。多くの人は許せないで、人を許せなくて苦しみ、許せないで自分自身が、重くなっているのです。イエス様は
私たちが神の愛に満ちるために許しなさいと言われました、許すことによって許すことによって愛せるようになっていくのです。もし皆さんが今、親を許していない、お父さんお母さんを許していない、誰かを許していない、兄弟を許していない、上司を許していない、そういう人がいたらですね、ぜひ許しましょう。許しましょう。皆さんが許すときに奇跡が起きてきます。皆さんが許すときに何かが起きてきます。そして、許すときに愛が流れます。愛が流れます。ぜひ皆さん今、心の扉を開いてイエス様の愛を受け取ってください。イエス様の愛を受け取ってください。その愛が皆さんの心に満ちて癒します。癒します。神の力が皆さんを癒します。そして皆さんぜひますますその神の内を、愛の内を歩んでください。神の愛の内を歩むのです。イエス様が言われました。私の愛の中で生きなさいと、私の愛の中を歩みなさいとおっしゃいました。愛を持っているならば優しくなれます。愛を持っているならば親切になります。愛を持っているならば妬みません。愛を持っているならば傲慢になりません。愛を持っているならば許すことができます。愛を持っているならば励ますことができます。愛を持っているならば正しいことを愛し、愛を持っているならば不正を憎みます。愛があるならば喜びが来ます。愛があるならば平安が来ます。皆さんに必要なのは神の愛です。神の愛です。ぜひ、皆さんが本当に神の愛の器になってほしいのです。人を傷つけたり人を責めたり悪口を言うようなそのような、人間ではなくて、人を傷つけるような人間ではなくて、人を励まし慰め祝福する人間になってほしいのです。そのような人が増えるならば、そのような人たちが増えれば日本は確実に良くなります。一人でもそのように、信仰を持って、歩もうと決心することが大事です。そして皆さん、人の悪には忍耐する必要があります。罵られて罵り返したり、脅されて脅し返すような仕返しをするような、心を捨てて、悪に対して許す心、反応しない心、悪に対して悪意を持たないで、そのひどいことをされたことを、甘んじてですね、甘んじて許すのです。その模範が十字架です。十字架というのはイエス様が殺されている時、罵られている時にイエス様は罵り返さず、脅すことをせず、その天のお父様に委ねて、許しきっている姿です。許しきっている姿です。イエス様は、その愛を表しているのです。十字架はまさに愛を表しているんですね。十字架は神の愛を表しています。その十字架を見て、十字架を見て神の愛がわかります。皆さん愛を求めましょう。神の愛を求めましょう。人間の愛ではなくて
神の愛を求めるのです。信仰とは神の愛を求めることであり、神の愛を実践することです。そしてそれがどれほど素晴らしいことなのか、どれほど素晴らしいことなのか、皆さんぜひ分かってほしいのです。今この日本に、またこの世界に必要なのは神の愛です。日本に必要なのは、世界に必要なのは神の愛なんです。神の愛なんです。神の愛なんです。そしてそのイエス・キリストを信じる信仰によって神の愛を受け取ることができるのです。信仰とは神の愛を訓練することです。皆さんがその信仰で、そして御言葉によって神の愛を表す訓練することができるのです。そのことがどれほど素晴らしいか、その証タイムの時に、証タイムの時にまさに神の愛の、証タイムです。神の愛の、証タイムです。神の愛によって、証ができます。はい、それではですね、招きをしましょう。招きをしましょう。証の素晴らしさに感動です。はい、今日の放送を聞いてクリスマスは愛だということが分かった、今日の放送を聞いてイエス様を信じて、イエス様を信じて神の愛が欲しい、神の愛が欲しい、神の愛の、神の愛でこれから生きていこう、神の愛を求めて、神の愛の人になりたいという人、アメンと言ってください。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、神の愛で生きていこうと思う人、アメン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 。エイジさん、アメン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 。天のお父様、感謝します。もうすぐクリスマスです。多くの人はこの季節、神の愛を本当に知ることができることができますように、その日本にとっても、また世界にとっても、神の愛が必要だということを理解することができますように、イエス様どうぞ、どうぞ今アメンと言った方々に、神の愛が、神の愛が、満ちますように、神の愛が満ちますように、神の愛で生きることができますように、イエス様どうぞ祝福してください、祝福してください。あなたはそのために十字架にかかりました。誰でも十字架を見上げて祈るならば、求めるならば与えられます。求めるならば与えられます。どうぞイエス様、あなたの愛を注いでください。そしてこの日本においても、世界においても、神様の、愛が本当に、神の愛が必要な世界です。イエス様どうぞ、どうぞ、あなたの愛に満ちるリバイバルが起きますように、愛のリバイバルが起きますように、多くの人が神の愛で変えられますように。